平野紫仕様の戸部遺跡と新プロジェクトが7月7日に発表。滝沢秀明キール戸部との連携で新たなエンターテインメントが展開される。こんにちは、皆さん。今回は、キングプリンスへの元メンバーである平野仕様26についての重大なニュースをお伝えします。 今年5月にジャニーズ事務所を退所し、グループから脱退した平野紫耀が芸能界で新たな一歩を踏み出すことが、ついに正式に発表される見通しです。平野紫耀の新たなはじめふ。平野紫耀は長らくジャニーズ事務所で活動し、キングプリンスへの一員として多くのファンから愛されてきました。 しかし、今年の5月、平野はジャニーズ事務所を退所し、これからの活動について期待と不安が入り混じった声が広がりました。その後、平野がどの事務所に移籍するのか、国内外で様々な噂が流れました。海外進出の可能性。平野仕様は、国内外で高い人気を誇り、特に中国では、奇跡の小さなビスケットちゃん。 として注目を浴びています。そのため、彼の海外進出についての期待も高まっていました。平野自身も海外進出に前向きな意欲を持っており、関係者に対して熱心に相談し、現地の芸能事情をリサーチしていたと言われています。トベとの新たな展望。 一方で、滝沢秀明氏が設立した芸能事務所、戸部が、平野紫耀の新たな舞台として有力視されています。戸部は、元 V6 の三宅県の入所を発表し、滝沢氏が代表取締役を務めるなど、今注目を浴びている事務所です。 平野ノシがジャニーズ事務所を離れてから約1ヶ月が経過し、滝沢氏との連携についての噂が広がっています。新プロジェクトの兆し。情報筋によれば、平野ノシは飛べでの新たなプロジェクトに取り組んでおり、滝沢秀明氏がプロデューサーとして関与し、大物作曲家が楽曲を手掛けると言われています。 さらに、大手レコード会社との契約も成立したとの情報があり、具体的な発表が近い未来に迫っているようです。発表の日が決定。そして、皆さんにお知らせしたいのは、平野仕用の新たなステップに関する発表の日がついに決定したこと。それは、七夕の日、7月7日に行われる予定です。 トベはすでに YouTube 上で7月7日に行うライブ配信を告知しており、その中には椅子が2つ置かれた画像も含まれています。具体的な発表方法は不明ですが、滝沢市の海外志向や平野市用の新たなスタートについて何らかの発表が行われると期待されています。結びつける願い、再び動き出す夢。 七夕は古くから願い事を込めて星座の天の川を眺める日です。平野市用のファンとして彼の新たな挑戦に期待と応援の気持ちを込めています。彼の夢であるエンターテインメントを通じて人々に元気を与えることが再び動き出す瞬間に立ち会えることを楽しみにしています。読者への挨拶。 平野紫仕様の今後の活動についての情報をお伝えできて光栄です。彼の新たなステージでの成功を願い、一緒に応援しましょう。七夕の日、素晴らしい発表が待ち遠しいですね。55,555 55 55文字で以上です。